はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、今国際協力で活躍されている方、昔活躍されてこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。お久しぶりです今日はですね、国際協力の中でもウガンダでサッカーの授業を進められていて、で今スポーツ系のコンサルでフリーランスされている田淵さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、自己紹介お伺いしてもよろしいですか。田淵と申します。これまでですね、ウガンダでプロスポーツクラブの経営と運営をしてきましたで、その後日本に帰国してですね、アフリカのスポーツと日本のスポーツをつなぎ合わせっていうところでコンサルだったりしながら今フリーランスとしてやっています。はい、よろしくお願いします。スポーツ系のコンサルで僕フリーランス聞いたことないんで、ちょっとそこも含めてお聞きしたいなって思います、はい、よろしくお願いします。僕と田淵さんは面識があるんで、その点も含めてお話ししていきたいなと思ってます。早速なんですけど、田淵さんもともと国際協力とか海外に興味を持ったきっかけってどこからだったんですか。もともとアフリカっていうところには興味はなかったっていうのが。あ、そうなんですね。正直なんです。あ、じゃあもう大学生とかは特にアフリカとか途上国みたいなところにつながりはなかったって感じですか。全くつながりなかったですね。ちなみに何学部だったんですか。学部は法学部です。あ、知らなかったマジか、法学部だったんですね。体育会剣道部です。サッカーじゃなかった。サッカー一回もやってました。マジかよそれすら知らなかったマジですか。じゃあもともとは国際協力には全然関与してなかったんですね。全然関与してない。じゃあそっから海外に興味を持つきっかけって何かあったんですか。海外自体にはずっと旅行だったり興味は持ってたんですけども、アフリカっていうところになると全く関わりはなかったというところで、大学卒業後に新しいことをチャレンジしたいなっていうところでパイロットになりたかった。パイロットになりたかった。何ですか。家がですね、航空関係の関係でなりたいなっていうところが一つあって。なるほど。新卒のカードを捨てて25歳まではパイロットになるための勉強をしてました、うん、25歳まではパイロットの勉強してたんですか。あの学校に入るための。あ、そうなんだ。受験生みたいな感じです。え、そうなんですね。ちなみにパイロットになるために必要なのって、その学校に行けばいいんですか。その学校に入学して2年間トレーニングすれば、うん、大体今の大手の会社さんのパイロットになります、うん、なるほど。あ、そうなんですね。でもその学校に入るまでがめちゃくちゃ難易度高いみたいな。そうです。あ、そうなんですね。じゃあ25歳まではパイロットになるための勉強してて。そうなんです。学校の年齢制限が25歳。あ、そうなんだ。それがダメだったんで、はい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 、その後どうしようかなっていうところから、はい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 、入っていくわけですね。入っていくわけです。そっからなんでアフリカに繋がるんですか。25歳でどこにも就職したことないので、はい、自分のいろんな知識とか環境とかガラッと変えたり、いろんな知識入れていきたいなっていう思いがあって、その中でアフリカっていうところは見てみたいなっていう思いが突然生まれて、はい、NGO にちょっと携わってみようかなと。あ、そうなんですね。NGO はどちらに行かれてたんですか。東京にある NGO に行って、はいはいはい、はがきのあの書き損じみたいなの。あ、はいはいはい、あとアフリカのニュースを和訳したりみたいなところを、うんうん、そんなのやってたんですね。じゃあそれは日本の NGO でやってたって感じですか。そっからはいろんな人の本を読み漁ったんですね、うん、あ、そうなんですね、はい、経営者だったり、はい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 、世界で活躍してる人だったり、その中で言葉が突き刺さった人がいまして、うんうんうん、その人に手紙を出しました、はい、え、それはじゃあ有名な方。有名な方、サッカー選手。サッカー選手、はい、その言葉だけ聞いてもいいですか。最後に成功すれば挫折は過程に変わる。あ、なるほどねそれで突き刺さってその著者に送るってこと。手紙も。手紙を送りましたあ、そうなんだ。それで手紙送りました。返信来たんですか。その後返信を定期的にもらって。なんで。ちなみにどういう内容で送ったんですか。自分自身パイロットになりたいっていう夢を持って、うんうんうん、苦しいことでも何でも乗り越えられたんですね、うんうんうん、パイロットになる夢っていう。そういうことですね。で、うんうん、そこの夢を持つことの大切さっていうところをもっと世界中に広めていきたいですっていうような内容です、ね、え、そしたら返信は。もしよければ会って話しましょう。なんでその人って日本にいたんでしたっけ。ヨーロッパでプレーしたじゃあヨーロッパ行ったってことですか。ヨーロッパに行きました、ね、で実際会えたんですか。実際会えてしまってです。そしたら何話したんですか。まあ、現地に行って実際にお会いして、うんうん、ざっくり言うと、はい、日本にだったりにサッカープロジェクトはずっとやってる人だったので、うんうんうん、その一環でアフリカもやる、はい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 、一緒にやろうっていうことになった、はい、あ、そういうことなんですね、はい、アフリカっていうのは向こうから出してきて、一応その手紙の中にもアフリカに気がある。そういうことか、はい、だって NGO でやってたんですもんね。あ、じゃあアフリカでやりたいって言って、はい、やりますって言って決まったんですか、そのプロジェクトが。そこでアフリカに行こうってことで、本当にそこからアフリカの情報を改めて調べることから始まりました。日
本に帰ってきてね。その人って会社やってるんですか？会社をもうずっと長いことやっていて、ね、アジアにもサッカースクールを展開してたので、うんうん、あ、じゃあもうすでに田淵さんがその方に会いに行った時は会社はできてて、あ、もうそうです、もうそれもアジアに展開はしてたんですね。そうです、うん、アフリカまだだったからアフリカどうかっていう話だったんですね。その話です。じゃあその会社に勤めるみたいな感じでなるんですか？そうですね、そこの会社のスタッフとしてアフリカに行く。じゃあそれでウガンダ行ったんですね。最初はですね、ザンビアとボツワナでした。ザンビアとボツワナ何してたんですか？何をやろうかっていうところからスタートだったんで、はいはいはい、何も決まってない状態だったんです。あ、そうなの。最初の種を探しに行こうっていうところで、うん、ザンビアとボツワナ。あ、そういうことなんですね。なるほどね。ちょっとじゃあそこの話は次の動画で聞くとして、はい、でもそもそも25でパイロット諦めるじゃないですか、はい、でアフリカのことをしようってなって NGO に勤めるわけじゃないですか、はい、その間に海外とか行きました？いや、本当に途上国で言うと、うん、ザンビアが初めてでした。え、マジで初がアフリカでザンビアだったんですね。そうなんですね。ヨーロッパだったりは好きだったんですけど、なかなか自分から行こうとはならないじゃないですか、うん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 、確かに確かにっていうところで本当に最初のきっかけはザンビア。じゃあ実際アフリカのことをもっと知らないといけないって思うわけじゃないですか、はい、でそこで日本でめちゃくちゃアフリカのことを調べるわけですよね、はい、どうやって調べたんですか？ネットで？インターネットでアフリカスペース、はい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 、アフリカスペーススポーツみたいなやってる人、うんうんうん、ところでいたらダイレクトメール、あ、そういうことか、話聞かせてくださいとか、はい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 、っていうのはやってましたね。え、じゃあそれめちゃくちゃやって多分イベントとかにも参加してたんですよね、はい、その時に思った田淵さんのアフリカの印象ってどんな感じでした？日本で会った時は、うん、もう皆さん本当にアフリカに関わってる方ってすごいまっすぐでキラキラしてる。あ、そうなんですか。いや、その印象があって、はいはいはい、人たちばっかり。あ、そうなんですね。結構会いました？結構会いましたね。イベントあればすぐ行ったりフットワーク軽めでね。ちなみに最初ザンビア行くじゃないですか、はい、ザンビア行ってどうでした？ここがアフリカか。ここがアフリカか。あ、でも思った以上の汚さはなかったですか？なかったです。緑が多くて、うんうん、道も想像以上に整備されてましたし、うん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 、じゃあザンビア行った時はザンビアで市場マーケみたいなことをしてたんですか？そうです。サッカーっていうキーワードに引っかかるところは全部もあって、うんうん、どうやって調べたんですか？だってザンビアそもそも友達いないですよね。そこで一つつながったのは日本で回ってて、うん、あ、いろんな人に会った時に現地で日本人紹介するよって言ってくれた方もいました。じゃあそこで行ってみたいな。あとは本当にジャイカさんだったり、うんうんうん、大使館さんだったりに挨拶行って、うんうん、こういうことを企画してますっていうところは挨拶もありました。あ、そうなんですね。じゃあ実際ザンビアで滞在されてたのってどれぐらいだったんですか？ザンビアは1週間ぐらいかな。その後じゃあボツワナに行く。ボツワナ。え、ボツワナは同じ内容で？ボツワナも何も知らないからとりあえず行ってみようっていうところと、外務省が出してる安全で、はい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 、あれ真っ白だったボツワナ。そうなの？そうなんだ。危険じゃないんだな。はい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 、はい、でこれ行ってみるしかないってところでボツワナ行きました。あ、そうなんですね。ボツワナに知り合いいました？繋がった人の紹介だったり。おー、すげえ。本当すごい。ジャイカ大使館っていうところも、はい、嫌がらって感じでした。あ、そうなんですね、はい、じゃあ結果的にザンビアとボツワナはどうだったんですか？うまく刺さらなかったという話で、あとボツワナに関してだけ言えば、うん、まだサッカーのレベルがまだまだ高くないと。高くない、うんうんうん、なるほど、ね、ちなみに市場調査とかするじゃないですか。といってもアフリカの価値観も初めてじゃないですか、はい、その中でどういう基準でそれって探されてたんですか？やっぱりどういうところかっていうところが大事かなと思ってたので、うん、現地行った時のそのサッカー協会だったりも挨拶行ったりして、はい、サッカー協会に勤めてる人って大体知り合いがサッカースクールやってるよっていうところがあったので、まずはその信頼できる人の周りから攻めてました、うん、なるほど。じゃあそうやって見てサッカー協会経由でそういったところのしっかりサッカーっていうところに根付いてるかとか、そういったところを見てたって感じなんですね。ザンビアとボツワナはちょっとまだレベルとしては高くないっていうところもあって難しかったってところですね、はい、じゃあその次にフォーカスされてたのがウガンダ。その後はもっとアフリカ市というところになって、はい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 、7カ国また見たの？ウガンダ以外7カ国見たんですか？ウガンダ以外。あ、そうなんですね。どこ行ったんですか？もう一回とりあえずザンビアとボツワナ行こうってことになって、はいはい、改めて行って、うん、その後はケニア、ウガンダ、ルワンダ、うん、でガーナ行って、うん、セネガル行きました。あ、そうなんだ。西も東1ヶ月, 1ヶ月いやほぼ飛行機じゃないの大丈夫大体2泊3日そうなんですね。でうまく刺さったのがウガンダ。ウガンダ。ちょっとそこ何がウガンダ良かったのかってところは次の動画で具体的にお聞きしようかなって思ってます。じゃあ本日はありがとうございました。